浮島丸事件は、太平洋戦争終戦の日の後の1945年8月24日17時20分頃に、舞鶴港の京都府舞鶴市か助派が大き300メートルの地点で、日本海軍特設運送艦、浮島丸が、3725名の朝鮮向けの、便乗者らを乗せて、舞鶴港にて、食来沈没。 乗組員25名と便乗者549名の死者を出した事件である。青森県の大港をより富山へ向かう、往路、連合軍の命令を受けて、マイズルに目的地を変更。マイズル港内で海底のアメリカ軍が付設していた機械水雷の爆発により沈没した。沈没原因について様々な憶測を読んだ事件だが、日本軍を呼び、 アメリカ軍の公式記録では共に海底の嫌いの爆発による沈没とされている。なお自陳逃亡略の風評が当時よりある。終戦直後の混乱期でもあり、便乗者の数は公式記録より多い可能性がある。1945年、アメリカ軍は日本の戦争遂行能力を喪失させる目的で、嫌いによる海上封鎖、飢餓作戦を行った。 使用された機雷は約1万1000機で、主にアメリカ陸軍の大型爆撃機 B-29 によって付設された。船の磁気反応や機関の音響、水圧変化など複数の作動パターンの機雷が混用され、しかも掃海を困難にするために1回目の反応では起爆しない回数機雷も使われた。日本海軍も必死に掃海に取り組んだが、 複雑な仕組みと膨大な数のため困難で670隻以上の艦船が撃沈されて海上交通は麻痺した終戦時にも約6600機の機雷が残っていた当時の舞鶴港は舞鶴鎮守府が置かれた日本海側屈指の軍港であったために重要な攻撃目標になり時期機雷、音響機雷が数多く付設されていた浮島丸は 終戦時、青函連絡船の代用として使用されていた。そして、終戦直後に、朝鮮の邦人難民の移送と、可能であれば、発送準備済みの食料を積み込むようにとの、極秘命令を、海軍省より受けたとされる数隻の輸送船の一つと、いう。ところが、出港前に、大港警備府の要請により、朝鮮人労働者と、その家族の便乗が問い合わされた。 海軍省運輸本部は、浮島丸使用差し支えなしとした。歌詞官の一部は、この指示に不服を唱えたが、大港警備府が強行に命令した結果、浮島丸は3725名の便乗車を乗せて8月22日午後10時頃、大港港港を出港。嫌いと潜水艦を警戒、浮島丸も潜水艦の活動は知っていた。するために、 日本本土沿岸部ギリギリを航行して、朝鮮不山港へと向かった。だが、連合国軍司令部は8月25日午前0時以降の100トン以上の船の航行を禁止し、航行中船舶の再帰港への入港を指示、浮島丸出港後に、海軍運輸本部から大港警備府を呼び、浮島丸艦長宛てに、同月24日午後6時までに、 目的港に到着する見込みがないものはその日時までに、最寄りの港に入港することを命じる、胸の入電があり、時間の位置、乗船者の数、機雷の総会による安全性、潜水艦の活動などを考慮した結果、航路の途中にあるマイズルへの入港が決定された。マイズル入港の連絡は、大港へ伝えられ、 さらに舞鶴へと連絡されるはずだったが、無線状況がうまくなく、結果として、舞鶴で、浮島丸を出迎える、はずの総海艇が準備されなかったという二隻が航路を、先導指示したという。また、浮島丸船内では、舞鶴停泊時に航海要員以外の、陸海軍軍人も下船することとなり、急遽の事態に船内が非常に慌ただしかったという。 浮島丸の沈没下人は、嫌雷の爆発によって船体が損傷し、浸水したとされる。磁気嫌雷に関しては、日本海軍の限界電路で、早期爆発が可能であったが、音響嫌雷に関しては、総海底による音響発信機による先導が必要であった。しかし、浮島丸は、 大港から舞鶴への突然の気候についての連絡が不十分であったことで舞鶴港内への総海底の出迎えを待たずに湾内に侵入してしまったそのため海底に付設された機雷がディーゼルエンジンの音に反応して作動爆発した機雷は機関部付近の船底直下で爆発し爆発音は マイズル湾を囲む山並みに反響して、数発の爆発と感じた者も,もいたという。爆発の衝撃波で、船体は一旦急激に持ち上がり、再び沈み込んだ。際の抵抗疲労から、船体構造に亀裂が生じた。そのため、裂け目から急速に浸水し、ついに沈没に至ったと推測される。船底爆発と空の被害状況であった。ただ、 あらかじめ嫌いを警戒して沿岸部ギリギリを航行したことに加え、一万一の事態に備えて、乗船者及び乗組員の大半をデッキに誘導していたことが、被害の拡大を防いだ。沈没下民が嫌いであることの証拠として、目撃者の証言、船体の損傷具合、爆発後の激しい海底の泥の吹き上げによる海面の濁り、 遭難者の怪我の状態のないこと等が挙げられる。これらの状況から、アメリカ軍によって海底に付設された2000ポンド、音響式嫌雷の爆発が原因であると認定されている。なお、アメリカ軍では浮島丸を、嫌雷による戦火の一つとして公式にカウントしている。戦火喪失に対して、浮島丸自陳説の主張があるが、理由がない。以下、 風評の発生理由の推定と否定の根拠。漂流者の8から9割以上ほとんど救助もしくは自力で岸にたどり着いた。嫌いの爆発音で気づいたスケハガの漁民たちは所有していた漁船を出し、漂流中の遭難者を救助した。救助の順序は漁民たちは監修により、女子供が先、兵隊は後でとされた。終戦後すぐで海軍側からは、 一部の軍艦からカッターが救助に出せたのみであったという。遭難者への食事に関しては、米軍の気が作戦のために起こった食料の極度の不足から損落が与えられたのは当時の貴重品であった深しいもと履物のみであったとされた。磯に挙げられた人は、やがて日本海軍の平海兵団に収容され、乾いた服と毛布を支給された。住民の話では、 上陸後や沈没直後の時点に死者はほとんどなかったという。しかし遺体はその後フランして海上に浮き上がり収容された。遺体は松ヶ崎の海兵団で北側の空地でダビに付された。戦後の混乱から乗っていた遺骨の多くの引き取り離されなかった。その後のサルベージ作業で沈没船から約370柱の遺骨が収集されたとされる。 1970年、遺骨は、厚生省から、東京都目黒区の浄土州有天寺に遺憾された。現在288柱が、同時に安置され、毎年追悼会が営まれている。事件後の1954年から毎年、追悼事業が営まれてきた。1978年8月にはさらに、沈没事件から33回期を起源として、 沈没地点を見下ろせる山陰に、浮島丸順南の火が、舞鶴市と市民の寄付により混流された。当時全力を挙げて生存者を救助し、その悲惨さを目の当たりにした舞鶴市民の心からの哀悼の一支踏みとしている。1994年から、出港地の下北地方でも毎年追悼集会が開かれている。2012年には、大港港、 三橋跡に記念碑が建立された。1945年10月7日に、神戸、魚崎沖で、室戸丸、10月13日に、神戸港沖で、花城丸、10月14日には、き東勝本沖で玉丸、1948年1月28日に、瀬戸内海牛島沖で、城丸など、戦後38年の間、139隻もの、 朝鮮が食らいにより沈没している。浮島丸以降の大型戦後席だけでも1924名もの犠牲者を出している。1992年に事件についての日本政府の安全管理義務違反を争点に賠償金と衆参両院の謝罪を要求する国家賠償請求訴訟が 韓国人の生存者21名と遺族59名を原告として提訴された。2001年の京都地裁判決では原告の主張の一部について国の責任を認めたものの2003年5月の大阪高裁判決では沈没原因を嫌いによる沈没と認定した上で韓国人らの主張する国の責任は認められなかった。 原告韓国人らは最高裁に上告したが、棄却されて、高裁判決が確定している。日本政府は、1950年に引上げ援護庁が作成した内部文書にて、旧海軍の絶大な行為に基づく、便場被許可者の全くの不可抗力に起因する災難、旧海軍の責任を追求するがごとき賠償要求。 党はこれを容認することができないとして、被害者への賠償は行わない方針を決定した。1953年にも、同種子の政府文書を作成している。映画では1995年に、平安県と1200年に映画を作る会が制作した、エージアンブルー浮島丸サコンがある。2000年8月に、韓国で、2005年3月には中国でも、上映された。 演劇では、低福音の戯曲、歌があり、日本では、坂手用二の演出で2012年2から3月に、東京演劇アンサンブルが上演した。ありがとうございます。